どうした？浮かない顔して。なんか飯島が来てたらしいな。なんか言われたのか？え？なんだこれや。これは HAZE の064じゃねえか。この前カンパニーが開発した最新型のアンドロイドの体だな。なんでこんなものが。確か最も普及している DHK の254型のアンドロイドにそのまま付け替えられるってボディだよな。つっても古い機体には乗せ替えられないけどな。どちらにしろ愛情のねえつまらねえ仕事してやがるな。詳しく調べてみねえとわからんが、まあ大したものじゃねえな。よく見るタイプの最新型だ。これといって特別な仕様もないようだし、なんなら調べておくか。うん、わかったよ。処分しておく。おはようございます、社長。まずこちらにサインとハンコをもらえますか。はい、ではこちらの書類にもサインをお願いしますでは失礼します。わかりました。できましたか？ご苦労様でちゅ。ご休憩なさってください。休憩の後にちゃんと見回りしてくださいね。では失礼しまちゅ。
高弘さん、おはようございます。あの起こすときはできたら。あれでもなんか髪型が整ってますよ。なんでだろう。あ、ダメですよ。お一人様一個ですよ。あ、ダメです。一人分しかないのですから、足りなくなってしまいます。仕方ないですね。リニアの分をあげますよ。はい。しまいますから食べましょう。おお、高弘、来てたのか。たまにああやってジョーちゃん食べ物を持ってくるんだよ。なんか庭の一部で野菜を栽培しているらしいんだな。ジョーちゃんはここでは人気者だよ。普通のメイドさんはこんなむさい場所に立ち入らないだろう。壁とか床とか機械油だらけだろ。せっかくの服が汚れちまうしな。まあなんていうかな、優しい子だな。飾らないというか、整備の連中には天使様みたいな存在として親しまれてるぞ、ジョーちゃんは。将棋を指していたんだよ。カズサのジョーちゃんも大層な人気者だぞ。ここじゃ二分する勢いだ。だいたいリニアジョーちゃんもカズサジョーちゃんもこの屋敷のメイドの中でも指折りの美人だからな。聞いただな。今指折りだよ、指折りの美人。ジョーちゃんたちが来てからここも華やかになったよ。そうそう、華やかなのは大事だよ。花がなきゃ人生寂しいしね。大丈夫ですか？皆さんに行き渡りましたか？それでは皆さんお仕事お疲れ様でした。なんか用事があったんじゃねえのか。お帰りになるのなら
してもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ということはありませんが、皆さんのお仕事が終わった後は大体。すみません、これからまだ窓ガラスの拭き掃除をしなければならないのですよ。仕事が遅くて申し訳ありません。それは大丈夫ですよ。リニアはまだまだ元気ですから。これからお仕事頑張らせていただきますよ。はい。それでは、タカヒロさん失礼いたします。すみません、リニア仕事が遅いのでまだ終わっていないのです。どうもグズなんでいつもこんな時間になってしまうのです。すみません、仕事が追いつかないので、せめて時間でカバーできないものかと。そんなことありませんよ。頑張れば結構手作業でも終わるものなのですよ。だってこれがリニアのお仕事ですから、一生懸命にやらせてもらわなければいけませんよね。それでは、タカヒロさんおやすみなさい。もうすぐリニアもお仕事終わりますので。されましたか？え、そうですか？違いますよ。あれは腕の関節じゃないですか。関係ありませんよ。なんか今日はずっと雑巾がけしていたら手が冷えたみたいで、握力が少し弱くなってしまって。いいです。雑巾持った手なんか汚いですし。